それではお一人ずつご挨拶をしていただきますえまずは極童から足を洗い専業主婦として奮闘家事全般に命をかける不死身の達役玉木宏さんよろしくお願いいたします皆様こんばんは、えー、玉木宏です、えー、ドラマに引き続きタツという役を演じさせていただきました、えー、やはりそのここに 満員のお客さんを見るのがやっぱすごく久しぶりなのですごく嬉しいなと興奮しております最後までよろしくお願いいたします続きましてバリバリのキャリアウーマンだが少し天然タツとは対照的に片付けや料理が苦手タツの妻ミク役川口春奈さんお願いいたしますえ皆さんこんばんはタツの妻ミク役を演じました川口です え今日はありがとうございます、えー、ドラマを経て映画でパワーアップして帰ってこれてとても嬉しいです皆さん今日は楽しんで帰ってくださいよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします <laughs> 不器用だがまっすぐな性格でみんなに慕われるタツの元射程正役志尊淳さんよろしくお願いいたします <laughs>、えー、正役を演じさせていただきました志尊淳です、えー、こうしてですね皆さんに見ていただける機会が 訪れて嬉しい気持ちでいっぱいです本日はよろしくお願いいたします本作から初登場豪賢の虎虎次郎の妹広島レディース連合三代目元総長小春役松本まりかさんお願いいたします、えー、なかなかすごい肩書きの、えー、役をいただきました、えー、松本まりかです、えー、本当にこんなに 面白い作品にあの携わることができてあの本当に驚きましたし嬉しかったです、えー、今日は皆さん楽しんでいってください豪賢の虎と呼ばれた武闘派不死身の立と装壁をなす伝説の極童虎二郎役滝藤健一さんよろしくお願いいたしますこんばんは滝藤健一ですえっ、ー、とさっき玉木さんもおっしゃられてましたが いやこんなに多くの方が映画館に入れるようになったんだなと思ってあえだいぶ前から最近だよね、うん、割と最近じゃないですかね、うん、でもね,でねちゃんと、うん、なんか感動しましたあの映画はゲラゲラ笑えるような作品になっております僕も本当は皆さんと見て帰りたかったんですが夜遅いので帰ります今日は楽しんでてください <laughs> 怪しいイタリア語を操りながらタツたちを窮地に追い込むイタリア風味のマフィア近藤役吉田康太郎さんお願いいたします。どうも皆さんこんばんは、えー。イタリアマフィアカブレの仕上げや近藤を演じました吉田康太郎です。えー、先ほどあのー、司会の方からあのー、くれぐれも、えー、発声せずに。 えつまり声を出さずにいてくれと言われた再三言われたにもかかわらず幕が開いた途端にうおーという声が聞こえたのはすごく嬉しいことなんですえ声を出してはいけないとは分かっていますがぜひノリはそのままで声は出せないかもしれませんけれどもそのノリをえーえーこ,のこ,のこの間中続けていっていただけると大変嬉しいです よろししくお願いしまたつがかつて属していた極道事務所、転嫁会を支える姉御、男気あふれる江口ひばり役、稲盛いずみさん、お願いいたします。えっと、極道界のビバリーヒルズ、そこのけそこのけひばりが通るというキャッチフレーズで、江口ひばり役をやっています、稲盛いずみです。 ちょっとごめんなさい初めて聞きましたけどあの初めて聞きましたはい私もえっと、えー、こんなにたくさんの皆様とお会いできて本当にうれしく思っていますどうぞ楽しんで帰ってください <laughs> 妻ひわりには一切頭が上がらない天若会会長江口菊次郎役竹中直人さんよろしくお願いいたします ジジイ <laughs> 失礼しました声を出さないとどんな感じになるかなと思ってちょっとやってみちゃったんですけどあ、江口吉次郎役をやらせて演じさせていただきました高永直人です皆さん今日は最後まで楽し,楽しんでいってくださいね。<laughs> えまずは玉木さん 改めて豪華なキャスト陣ですけれども、はい、久しぶりに一堂に会す極主婦メンバーいかがでしょう濃いですね、あのー、本当に濃すぎるぐらい濃くて <laughs>、あのー、やっぱり現場が楽しかったなということを思い出しますしこれだけそのすごく力のある方々と一緒に作品を作れたということはすごくやっぱパワーになっているし早くお客様に見ていただきたいなという思いがいっぱいです。 玉木さん浴衣姿でこの夏祭り風味っていうのはいかがででしょうそうそすねやっぱこの数年はやっぱ夏祭りにも行けていなかったので、まあ、こうしてその浴衣を着させていただいて気分だけでもすごくやっぱり上がるのでこのままえー夏を迎えてさらに気持ちが高揚していけたらいいなと思っておりますね,ね公開まであと10日ですからね <laughs>、はい、え川口さん、浴衣着ていただいていかがでしょう。はい、いや私も久しぶりに 切れてすごいテンション上がってますしもう皆さん浴衣でめちゃくちゃこうなんか凛としてすごいかっこいいなと思ってさっき見とれてました、うん、いよいよ公開が迫った本作ドラマからスケールアップしたポイントを教えてくださいはい、えー、今日も参加していただいておりますが吉田幸太郎さんであったり松本まりかさんであったり本当に強力な方が登場していただいたことでもともとドラマのスケールからさらに大きくなってはい。 イタリアのちょっとマフィアのヤクザっぽい人を演じられるのは吉田幸太郎さんしかいないと思うのでなかなかそこに説得力を持たすことってかなり難しいと思うんですけど何の違和感もなくあのこの映画の中で、えー、活躍されていますのでそして松本まりかさんもめちゃくちゃキュートなんですよ、この映画の中でなのでそこもぜひ楽しみにしてもらいたいなと思っておりますえその近藤役の吉田さん。 はいえー、イタリアマフィアかぶれとご自身がおっしゃっていましたが世の中にそんな人いないですからね <laughs> その演じようにもどこを手がかりにしていいのか <laughs> さっぱり分かりませんのであのただあの、まあ、極修道という世界がこれがまたちょっと何て言いますかこう奇想天外な実際にあるのかないのか分からないようなところにいる世界なんであ,のあまり深いことは考えずに。はい で何しろ出演者の方があのふざけた人ばっかりなんでえ竹中親分を筆頭にえその辺はまあちょっとあまり空あのあのくをよくよ悩まずに飛び込んだっていう感じです撮影現場の空気の良さもひしひしと感じますね、えー、川口さん、はい、あの先ほど玉木さんから映画でパワーアップしたポイントをお伺いしましたが、はい、本作では龍を巡り恋のバトルもありますね。 そうですねあの、小春さんとちょっとバチバチにやらせていただきましてこうドラマよりも強いたっちゃん愛をミクはこう表現できていたらいいなと思ってそんなすごく立つを思う可愛らしいミクの乙女心みたいなのも注目して見ていただければなと思いますその恋の波乱を巻き起こす松本さん演じてみていかがでしょう。はい あの先ほどもあの話したんですけれどもやっぱりまず肩書きがすごいとあの虎次郎の妹で三代目広島三代目レディースの総長で特攻ピンクの特攻服を着て今日もピンクのこれ虎なんですけどあのただいろいろがっつり肩書きとかあのはすごいんですけど中身はものすごい順で。 あのまあ、そのギャップがちょっとすごくてですねあの最初どこまでどうしたらいいのかちょっとよくわからなかったんですけどあの春菜ちゃんとの,あのシーンで本当に、あこんなにあのここまで面白くあくやっていいんだなというか春菜ちゃんが本当に面白くてですねまあ私のあのセリフは言っていいのかしら。 ダメかしら。いいと思います。予告でもね言われて。あ、そうかそうか。はい、あのハルナちゃんとのそのちょっとキャットファイトのところがあるんですけど、そのズドーンっていうセリフは本当に注目していただきたいです。あのとても笑えるので、あの本当に私あれ言われた時はもう目が点になったぐらい面白かったので、なんかそういうところも見ていただけたらなと思います。 ねその注目のセリフがどんな場面で言われるのかっていうのも楽しみですね、うんはい、え続きまして志尊さん、はい、今回もタツの射程として体を張ったシーンがすごく多かったですけれども現場ででではいかかがでしたそうですねなんかこれ僕の感覚が麻痺してるのかもしれないんですけどドラマでいろいろやりすぎて映画で体張った記憶があんまりないんですよね。うん、そうですかかかななんかあなんあ こんんなもんかみたいな感じでした<ー>慣れちゃったんでしょうね感覚が、うん、でもそのビンタを何回か受けてるシーンがあるんですけどカットされてたのでそれに関してはちょっと監督に文句言いたいなと思ってます <laughs> はいまあ現場ではそういったシーン現場でまあ現場で笑いが取れたならそれでいいと思います <laughs>、はい、ありがとうございますえ続きまして滝藤さん はい、本作においてはあの玉木さんとはライバル関係ですが映画では同じ相手を敵にしてあの共闘するという役柄でしたが、はい、そのあたりはいかがでしたあなあそのカーアクションやるのに最初アクション部がやられた方の動画を見てくれって言われて届けられたんですけど。 殺すす気かと思うぐらいのアクションあったんですよでよ僕全力で拒否したんですよ事務所に言ってくれっつってもう僕はでき,できないよこんなことって言って現場行ったら車の横に宙づりになってる玉木さん見て <laughs> 玉木宏 <laughs> やべえなと思って <laughs> あれでもう僕もやらざるを得なくなって <laughs> 必死こいてもう食らいついてやりましたねそれは思い出深いっすね。 大変だって中づりになってたもんね、玉木さんチューズワイヤー一本でね、まだ一本に引っかかってましたからね。んほんで急カーブでぎゅーっと曲がって、なんか遠くの方で、<laughs> あれ、玉キさんじゃないよねって言って、宙ぶらりになってる人がいて、<laughs> すごいなと思って見てました。 終盤のアクションシーン、本当に迫力ありますよね。面白いですよね皆さんが体を張っているおかげであの、見る私たちがあれだけ笑えるというのは、ね、本当にありがたい限りだなというふうに思います。ありがとうございますえ続きまして、竹中さん、はい、本作でもかなりいろんなところで笑わせていただいたんですが、竹中さんの中での爆笑シーンといえばどこでしょう。爆笑っていうかね僕は吉田 小太郎さんとは僕は初めて共演させていただいたんですがあの遠い距離から2人で「じじい!」って罵り合えたところが一番楽しかったの <laughs> っおめえのがじじいじゃねえかって吉田さんに言われた時めちゃくちゃ嬉しかったですそれも全然近づけないんだよものすごい遠いところでお互いがじじいじじいって罵り合えるのがめちゃくちゃ楽しかったですね あれ楽しかったですよね。僕もすげえ楽しかんでそう。僕も竹中さんと初めてで。<laughs> どうやって、こう、なんだろう、対応していいのか全然わからなかったんだけども。いきなり現場だったんで。<laughs> そう,そうあの、ね、最後この人は、あの、僕のこと役目じゃなくて、おい、吉田って言ってました。<laughs> <う>てめえ、吉田、何がじじいだ、てめえのがじじいだろうみたいな、そ,<う>もうそこをぜひ使ってほしかったんです。けどもう本当に、それ楽しかったよね。そこ使ってないんですよね、残念ですよね。ね使うわけないですよね。<laughs> 使うわけないですけど、でも楽しかったがね。<laughs> 楽しかったです。本当に。 ありがとうございます。はい、え続きまして松本さん、え先ほどあの役柄の話ありましたけれども、広島弁でヤンキー言葉をまくし立てるっていうのがね、も、まあ、あのすごく印象的ですけど、そのあたりはいかがですか？いやこれは難しかったですね。あのやっぱ皆さん本当に自由にこうアドリブをされて、あのただ私はそれに対応ができないという。 やっ広島弁でのアドリブの言葉がわからない。でもそんな中で滝藤さんどうどうやられてたんですか。あ僕もできないからアドリブはやってなかったけど、あのたまさんとあの屋上でマリカちゃんってやった時に、はい、広島弁とあまりの怒鳴り声で、もうよくよくわかんないこと言ってたよね。確かにね。あれ12時超えてましたからね。<laughs> 小台場の屋上で,で、ね、夜の12時超えてましたから。うん。 ととっっててても大変そそううだなと思って見てたうそうですねこれは私はど,どうしたらいいんだろうだからなんか、あのー、何かこう言われた時にも「うーっ!」としか返せなくてまあそれもなんかキャラかなと思ってちょっとまあいいふうに捉えてはいたんですけど、あのー、でもこうやっぱ皆さんのアドリブは本当に面白かったですねもうずっと見ていたかったです現場で。 ずーっと現場にいたかったそんな現場でした最高ですねそうやって楽ししいい現場っていうのは、はいえー、そして続きまして稲森さん本作でもドラマ以上にいろんな方をどついてらっしゃる印象があるんですがあの今回の現場で竹中さんのシーンなので印象に残っているところはどこででしょうそうそすね本当に楽しい現場で竹中さんとのシーンでは毎回竹中さんがアドリブを されて、その熱量,熱量がすごいので本当にいつもあのその洗練されたパフォーマンスを見ていつも刺激を受けてました。それからそうです、ね、台本にはない叩くシーンが多々加えられていったんですけどそのたびに本当にごめんなさいと思いながらでも思いっきりキレよくどつかせてもらいました。はい あの見てる私たちがこのシーンのどつきはあのアドリブだなってこうわかるポイントとかってちなみにあるんですかね。どうだろう。アドリブでってことですよね。アドリブでいきなりダるのはなかった。全くというのはなかったと思うんよね。全部監督のあの仕業です。仕業ですよね。はい なるほど、はい、台本になかったけれども監督の意向でさらに加えられた、はい、っていう、ね、そうなんですねありがとうございます本当にどつきシーン見応えあります、はい、え続きまして吉田さん、あのーまあ、先ほどから出ていますがイタリア語を連発する近藤というキャラクター大変でしたねはい大変でした、はい、イタリア語ですからね <laughs> はい はい、あんまり馴染みがないんではい。あの<っ>好きなイタリア語のセリフとかありますかそうそうなんですよそれあのねさっき思い出してたんですよ<お>今ちょっと緊張して渡しちゃったんですあのねあのねあれなんですよ「あのなおうなんてこった」っていうセリフ、なんだっけまんまみやですか？違う、じゃなくてえっとね「あれで、アルデヴェルーチ」「アリデヴェルーチ」「ありがとう <laughs> 玉金」「玉金」「玉金」「覚えてる」っていうねやった本人より「<laughs> アルデベルーチ」っていうセリフがありまして。 それが、ね、言いづらあのなじみがないんでそれを言ってる自分が本当に嘘そついてるなっていう感じでした。<laughs> あれでベルーチって言うんですけどお前本当にそれ分かって言ってるのかっていう自問自答しながらやってました、はい、<laughs> あのその近藤と対峙する玉木さんはどういういに見てましたいや全然その不安を、ね、その抱えてると全く思えないほどの迫力でやっぱり幸太郎さんってすごいなっていうのを。<laughs> うん、感じましたね僕が好きなのは、まあ、自己紹介を保育園の前でしているところがあるんですけど孝太郎さんの,その圧がすごすぎてなんとかそこに負けじと頑張ってやんなきゃなと思ってやったシーンはあったんで玉木、ねね、君は褒めてくれるんですけどそうでもないんですよでもしそれができたとしても玉木君のおかげであの僕、玉木君とたくさん共演してるんですけどいろ、まあ、んなその共演すべての作品ってすごかったんですけど今回やっぱすごいんですよ。そそれこそ圧すごいし そのもう玉城じゃなないいみたいなんですもう本当に本龍に,になってるっていう感じがしてそうするとこれはもう要するにふざけた役なんだけどあのふざけた役とか言っちゃいけないんですけどもふざけた役に見える役なんですけどこれ根本がふざけちゃいけないなと思ってこれもう本当に何だろう,こう対峙しないといけないっていうそういう空気は常にあったのでもし僕がそういうふうに迫力を持ってやりたったすればもうすべてあの座長のおかげでいんもございませす。 えー、さてここからはせっかくのお祭りムードということでこんなコーナーをご用意いたしました題して夏先取りり極主風祭り開幕ーゲームの前にそれぞれの大将に意気込みを伺ってまいりたいと思いますがまずは竹中さんあこれからやることに対してですね意気込みですね、はい、もうもう死ぬ思いでやってみせますよものすげえテンションで命懸けでやってやるぜ <laughs> ありがとうございます。え、そして、ごめんなさい、えー、と、玉木さん、お願いいたします。はい。えー、まあ、本当に非常に心強いメンバーなので、稲森さんも本番に強い方だと思うので。楽しみに。<laughs> ごめんなさい、いきなり振っちゃった、ね。っやるよ。はい。はい。はい、やりますよね。やります、はい、えー、その他の姉子の力にも注目しております。はい。えー、そして、吉田組の吉田さん、お願いいたします。はい、あの、わなげ、本当に、久しぶりで、久しぶりというか、やったことあるのかどうかさえも、ちょっと謎なんですけど、ちょっと新鮮です。 はいあの、楽しんでやりたいと思いますはい、はい、それでは吉田組の挑戦ですよーいスタート意外とやっぱ入らないもんですねこれね<ー>残り15秒です半分きましたバウンドするんだなこれ あ、でも結構入った結構入った5 4 3 2 1終了です、えー、さあどれだけ入ったのか的を皆さんにもご覧いただきましょうまあまあ入ってそうな気しますけどねこれ吉田組はこ え、すごいですね。では、集計をお願いいたします。<laughs> え、後ほど、合わせて結果を発表したいと思います。久しぶりの輪投げだったかと思いますが。滝藤さん、いかがでした。あの、とっても楽しかったです。<laughs> もう、いつ以来という感じですよね。輪投げ。<laughs> そうですね。<laughs> <laughs> あ、続いて出てまいりました。え、続いては、玉木組の挑戦です。 玉木組の皆さんは前へのご移動をお願いいたします <laughs> では高校の玉木組の挑戦ですよーいスタート <noise> さあどうでしょうさあみんなが見守っています、はい、15秒前 <laughs> 10秒前、やばっていう声も聞こえましたが、4、3、2、1、終了です <laughs> さあ、どれだけ入ったのか、皆様にも的をご覧いただきましょう<あ>玉木組はこんな感じです、どどーん。おー 100点のところに集中して <laughs> なんか下を向いてらっしゃいますね結果は後ほど集計してお伝えいたしますありがとうございます結果はね2組合わせてお伝えいたしますでは皆様元の最初の位置にお戻りくださいすいませんお手数をおかけいたしますさあ玉木さん途中で やばっていう声走ってらっしゃいましたが1個も入らなかったです <laughs>、ね、100しか狙ってなかったんですけど1個も入らなかったですねえ川口さんいかがでしたいや初めてやったんですけど楽しかったです <laughs> 意外と難しいですねやっぱり近い距離でもなかなか入らないもんですよね私は何個か入りました うらやましいなっていうか,いいいうかね焦れば焦るほど入らないそうですよね竹中さんは遠い位置から投げてらっしゃいましたが、うん、僕はとにかくあの玉木チームを邪魔したかったんですけど。<laughs> それができなかったのがすごい残念ですよ。そう、そこが残念なんですか。<laughs> 残念です。後ろから引っ張りたかったんですよ。投げた <laughs> むちゃくちゃにしてやろうと思ったんですけど、<laughs> それができなかったのがものすごく悔しいです。ね、コロナじゃなければぜひね、そういったところもお見せしたかったしなんですてるのえさあ得点が出たようです。では得点発表と参ります。緑の輪っかを投げた竹中さん、200点。え、すごいですね。すごい。 緑のの輪っかの稲森さん200点、点やっぱりすごいですね黄色の輪っかを投げた滝藤さん354点へえ<ー>そして志尊さん300点すご,すごいなそして赤の輪っかを投げた松本さん500点<ー>すごいじゃん一番すごい かな<い>そして赤の輪っかの川口さん300点そして青の輪っかを投げた大将の吉田さん400点おーすごいそして玉木組の大将青を投げた玉木さん0点です <laughs> やばいですね この時みんな点数稼いでて、ゼロってやっぱりやばいですね。<laughs> ということで。吉田組が千四百五十四点、玉木組が八百点。勝者は吉田組ですお<ー>いや。おめでとうございます。まずは大将の吉田さん。ありがとうございます。あ、明日感想、感想ですか。はい。 えっとね僕ね、先、あ、生、のー、全然入らなかったんですよ、これ、0点の危,険が危機が来てるなと思ったら、全部まとめて投げたんで、それが入ったんですよ、それで400点ですよ意外とちょっとこれね、あれかもしれない、コツかもしれない、まとめて投げた方がなんか重みがあるのね、だからあっちいったらこっちいったらしなかったんで、多分それが勝因だと思います。はい、<laughs> なるほど、そんな勝因があったんですね、そして吉田組でもトップですし、まあ、このメンバーの中でトップだった松本さん、はい、500点です。 めめちゃめちゃゃ嬉しいです。あのー、今これ言っていいかどうか分かんないんですけどさっきちょっと玉木さんとあ言っちゃいけないかはー、あ、ちゃんギリギリのラインでね,でねギリギリですねそうですねやめときましょうえやめときましょうかはいさっき某チャンネルチャンネルに出させていただいたんですけど <laughs> でそこでゲームをやってまあその結果がね、はい まああそうだそうそうですあれだったので今回こんなにあの勝てて本当に嬉しいですすいませんなんか言っちゃいけないことばっかり言っちゃって全然こんなことないですよねねいいですかねいいですいいんですいいんですいいんですハーチャンネルにねハチャンネルにね出ていただいてね楽しみにしておいてくださいありがとうございますありがとうございますそろそろお時間となってしまいましたえ最後にキャストの皆様を代表して 牧さんからご挨拶をお願いいたします。はい、えー、皆様本日は改めまして、えー、本当にありがとうございました。えー、まあ、なかなかマスクをしてというのはちょっと窮屈かもしれませんが、えー、きっと声を出さずに押し殺そうとするとまた変な笑いが起きてしまうと思うので、ある程度は自然に笑っていただいてもいいような気がしますね。はい、でもそれぐらいあのー、たくさん笑いどころがある。えー 何も構えで構えないで見られる楽しい映画になっていると思いますですので公開は6月3日となりますが公開したらぜひ皆様の周りの方に進めていただいて一足早い夏祭り気分を味わっていただきたいと思っております本当に本日はありがとうございましたありがとうございます